皆さんこんにちは2021ここが出た官業本試験解答速報ということで管理実務それから設備の分野を、ね、私が担当させていただきます改めて担当はレック専任講師亀田ですよろしくお願いします はいでは皆さん改めてお疲れ様でした、えー、まあ聞いていただいたりあるいはもうえまあ今回ね、まあ、回答速報回答自体はレックのホームページにね、えー、上がっておりますのでそちらにご参照にしてくださいで、えー、まあ若干のね好評これを私の方でね進めていきたいと思いますがまあ 回答速報を見て、えー、まあまあ満足いく点数取れてる方ね、えー、まあ自分を褒めていただいてまあなかなかね仲間内とう祝杯というわけにはなかなかいかないと思いますがまあねえー、い,い気分でね、えー、過ごしていただければ。それから、まあ、明らからら明に点数が ちょっとねっていう方はやはりねあのここで諦めずに来年まだありますのでね、えー、というところで微妙なラインの方はまあここはまあ合格まで待たざるをえないのでね、まあ、そこはまあグッとこらえて待っていただければと思いますのでね、はいえー、まあ今回2021年管理業務主任者の試験ですがまあ 大きくびっくりするような変わったところはありませんがまず全体像としていやびっくりすかなやっぱりね、えー、個数の問題がやたたら増えてましたかねあの内容自体はそうですね昨年に比べてもやや優しめかなというところなんですが個数の問題が確か12問ね50問のうちのうち12問ですね。で確かに管理業務主任者の試験は2010年代の前半ぐらいかな。 あその辺りでやたら個数の問題が多くて10問を超えるような年もあったんですがここ数年はまあ個数の問題自体は存在するもののそこまで多くはなかったんですがねまあそこはちょっと大きなあびっくりしたところでしょうね。それから合わせて組み合わせの問題も4問あったんですがこれ単純な組み合わせじゃなくて、えー、もうほぼ個数に近いね「あの」あ「い」い「う」というような単純な組み合わせじゃなくてもう組み合わせの1個が「あ」 それからあいいであったりだから 1cc 一一検討しなきゃ解けないような、まあ、組み合わせですからもう実質個数ね、えー、まあこれがえ12問とそれから個数に近い組み合わせが4問なのでここの辺でかかかなりとといいうか戸惑ったかと思います、ねでまあそれ考えると、まあ、内容自体が昨年よりもやや優しいかなとは感じつつも。 形式が、ね、ここまであの個数や組み合わせが多いとやっぱりそれほど伸びるわけじゃないので、まあ、何とも言えないところではありますがそうですね昨年に比べるとやや合格基準点自体は低くなるんではないでしょうかというのが第1の感想ですね。で内容のちょっと突っ込んだところなんですが民法、えーまあ、これはそれほど難しくはなかったでしょうかね。えーまあ、変わったた、えーまあね、テーマも出てたんですが ただそうですねえー、っと例年民法の問題が問いの1番から6番までね、えー、固定されてたんですがおそらく私の記憶の中では初めてだと思うんですがその形式が崩れて1番から5番までで1番減ってましたかね。 で問いの6番から、えー、管理委託契約書になってましたのでね、まあ、その辺、えー、感じた方なんかちょっと余裕があったところでしょうね、はいえー、でしたで他の出題はまあまあそれほど変わらないところですね、えー、で民法はやや優しめかなで区分所有法と標準管理規約がまあ個数の問題もね規約例によって多かったのもあって点数はなかなか伸びにくかったんじゃないでしょうかですね。 はい適正化は例によって内容はそれほど難しくはないんですがね個数組み合わせのオンパレードでしたからねこれもなかなか点数取りにくかったかと思います。で私が担当する、えー、管理実務は、まあ、まあこの具体的な中でいうと管理委託契約書とそれから会計ですねこれは例によって非常に優しかったですね。番番番番番号で言うと問いの6番7番8番13番の 標準委託契約書、まあ、これは一問たりとも落とせなかったでしょうかねそれから会計、えー、これも私の記憶が正しければ計算書類の読み方などは初めてなったんですけれども内容自体がそれほど難しくなかったのでやっぱり141516仕分けも踏まえてこれね、えー、落とさなかったからというところが一つですね。だから、 建築設備になりますとまあ、内容自体はそれほど難しくありませんで例年に比べると過去問やってたらズバリ取れるね問題がありました、えー、それからまあ、過去問ズバリじゃないんですけど過去問やってれば感覚として取れてるような問題があって極端に難しい問題はほとんどありませんでしたのでまあ、ここはある程度理想ですが問いの6番から、えー、678、えー、それから飛んで13番の標準委託契約書の4問と会計の 3問問合計ろれから問いの17番から24番までの、まあ、いわゆる建築設備の問題が12の3の4の5の6の7の8問、うん、これは落として2問か3問かなっていうところですね。で25からこれまた昨年同様ですねいわゆる長期終電計画のガイドラインねこれが出てきてたんですけれどもまあ ここがやっぱり昨年同様3問で,す、ねえー、でまあ昨年がイレギュラーかなっていうことで対策自体が重く取ってない方も多かったとは思いますが、えー、ここはちょっと取りにくかったかなっていうところはありました。はいえー、まあそうは言いつつですね、えー、内容が平易な問題なんかもやっぱりあったので例えば問いの25番なんかはねやっぱ落とさないっていうことで会計それからまあ委託契約書は例年通りもう全部しっかり取っていただいて。 建築設備はそうですね例年以上にやっぱり点数取らなきゃいけないっていうところですねだからまあ冒頭にまあ少なくとも昨年よりもえ合格基準は落ちるかなという点はありますが極端に落ちることはないというふうにはねえ考えておりますまあ落ちて1点2点なのかな昨年に比べるとねっていう感じでえ見ておいてください、はい、ではえ少し中身なんですが見ていきたいと思いますがそうですね い、えー、委託契約書、これは割愛ささせてくださいもう中身自体はね非常に簡潔なんですけれどもえー、まああのー、日本語的にこれはおかしいだろうっていうところでも読めますしね、まあ、例えば問いの6番ね、えー、第三者の,の再委託、えー、これ。 全部はできませんそれだけでしたっていうところね、えー、それから問いの7番ですけれどもこれまああまり聞かれないところね、まあ、宅建業者に対するね、えーまあ、情報開示の話なんですがここはもう、まあ、個数ではありますがほぼほぼ日本語の問題としてこれはおかしいだろうっていうので気付くというところでしょう、はい。それから問いの8番ですかね。 これも、えー、委託契約書ですが、えーまあ、これもほぼほぼ常識感覚で解れるというところはありました。えー、で問で問いの13番目これも難しくはなかったでしょうかね、えー、委託契約書についてはです。はい、で会計なんですがまず面食らった方もいらっしゃるかとは思います問いの14番ですね、えー、計算書類の中で貸借対照表のまあこれ読み方ですね、えー、っていう ところなんでですが、まあ、仕分け管理業務主任者の試験はね、えー、仕分けで、えー、しっかりね、えー、2問出てくるのでそこで慣れてくると、まあ、今回も確かに資産の部と負債の部のその項目を挙げてそしてえ計算までさせていくんですがそうですね、えー、まあ例えば。 えーまあ、お手元に試験問題がある方は資産の部、えーまあえー、だけ捉えていく中でそこに A の欄見ますとどう考えてても当てはめが前前払金金か前受け金しか受しないでそうなってくると資産の部に入るのは前払金だろう前受けの場合はこれ負債になるんじゃないかなっていう感覚で、まあ、これ2択までも調べ。で絞ってしまえば さすがに書類ですから上から下まで足し算したものね特にあの資産の部は、まあ、各資産の足し算が合計、えー、資産の部の合計になるはずなのでそこは単純にね、えー、今頃というかこの資格試験で単純な足し算の問題出すなって言いたくなるぐらいねまあ、あのー、計算書類自体、えー、まあほとんど、えー、検討したことがなかったとしても仕分けをね、えー、ちゃんとやっていればそれから、えー、まあ 筆算といえどもね、他資産の能力があれば回答できたかなっていうところでした。はい、えー、問いの14番目ですね。はい、えー、問いの15と問いの16、これが例によって仕分けなんですが、まあ、例年以上にサービス問題、えー、で確かにここ数年の傾向としてあるのが文字量、無駄に多いので、問いの15番はやはりね2ページにまたがって1問ですが、 聞いていることが非常に簡潔で、えー、まあ管理費や修繕積み立て金は前月分ね、まあこれあのもう。 ここのところ数年もずっとね、会計処理は毎、えー、まあ月時、月ごとの会計処理ということを前提としておりますので、まあ、明確にね、えー、ですから3月の仕分けになると2月分のまあ管理費や修電積立金、まあ、入金されたとしてもそれはあくまでも未就金というかね、修電積立金や管理費収入というわけじゃなくて、えー、未就金という項目で計上するというところですね。はい、それから、 当月分はいいんですけれども翌月分ね、えー、これは前受け金で処理しますというところ、まあそこさえ分かっておけば、ちょっと他に引っ掛けがあるのかなって勘ぐりたくなるぐらいのまあ優しさでした、えー、が、問いの十五番ですね。はい、問いの十六番、えー、これは、えー、まああのー。 まあ初めてといえば初めてなんですがいわゆる購入に関していつ計上するかということなんですが、えー、ここで出てくる丸の3番の足でですね、えー、除雪機なんで除雪機っていうのもねちょっとツッコミどころではありますが除雪機を購入したんですが発注がえ3月で,で実際に納品されたのが4月ですと。 と,いうところですということは、えー、まあ動きがあった時初めてね、えー、これは、えー、まあ、会計処理をしていくこととなりますのでその納入ねでちなみに支払いも、えー、4月ですから3月において、えー、行う仕訳がないっていうことねまあこれはよくあるパターンですねあの修繕工事で多いんですけれどもね、えー、修繕工事で、まあえー、まあ発注は置いといたとしてね、えー、完成が 4月でしたで支払いも4月でしたっていう時なんかは3月には全くね、えー、やる仕訳がないということと同じ理屈で購入に関してもあの発注の時じゃなくてね、えー、ちゃんと納品された納入された時がま勝、あ、利、えー、するね、えー、計上する、えー、というところとなりますので4月に納入ということは、えー、行うべきこの仕訳はありませんまあそこに気づけばいいというところですね。ただ もし納品された納入の時なのか発注の時かって迷ったところでですね選択肢見,た見るとね、えー、この前提としてあの発注の時として、えー、まあ前提として仕分けしてるのが一足しかないのでこの辺は4択をフルに活用するとね、まあ、仕分けって結構多いんですが仲間外れを一つ一つ外していくと回答残るというパターンでもまあ解けたところなのでいずれにせよ 会計、えー、計算処理の問題も合わせてやっぱり全問正解ね、えーまあ、これをしなきゃいけなかったところでしょうね。はい、はい、で問いの17番からは建築設備ということとなりますが全体としての感想は、まあ、冒頭に言ったようにそれほど難しくはありませんでした。 えー、で過去問ズまりの問題もね、えーまあ、正解足は過去問ズまりで出てくると、まあ、例えば、えー、問いの18番ですがねあのー もうすでに3年前出てるんですけどアルカリ骨材反応これは、えー、鉄筋全く関係ありません <laughs> 関係ありませんということで同じ劣化は劣化なんですけどね、えー、鉄筋と関係のないところですっていうところが、まあ、2018年も正解足で×っていうことでね出ておりましたので、えーまあ、そこ、まあ過去問さえちゃんとやっとれば解けたというのが問いの18番それからそうですねちょっと古めですがこれまた問いの21番なんかはあの いわゆる排水のね、えー、設備の問題ですが特殊すぎて排水システムね特殊すぎて特殊は特殊なんですが、えー、あくまでもこれ慎長通気方式であって通気縦感自体はね併設はしません通気縦感はね。でこれもちょっと古見ですが2015年にね正解足じゃないんですけどバリ出てますしそれからまあ今年も一緒に マンション管理士を合わせて受験されてる方なんかはマンション管理士のまあ過去問をやっていればねまあ何度も出てくるところがありましたのでまあそこはね難なく回答はできたかなということは気はします。と、まあ、合わせて付け加えると今年に限ってでもないんですが比較的マンション管理士で出題されていた問題が多かったかな。まあ、テーマ見てもですねあの 今回のまあ建築設備はどちらかというと住環境に関連するね換気設備であったり給水設備であったり排水設備であったりっていうのはねまあ傾向としてちょっとマンション管理士にまあ寄せてきてるなっていうのはまあ今年に限ってなのかこれからもねえなのかっていうところでありますけれどもまあこの点についてはねあのまあもちろんダブルで受験されてる方はねしっかり合わせてんで。 他の、まあ、法令系に関してはマンション管理士と管理が主任者っていうのはちょっと傾向が違ってくるので、まあ、邪魔になるっていうこともあるんですがこの建築設備は、まあ、どちらかというと単純な知識をね聞くだけなので、まあ、やって無駄になることはな,かったないですのでね、まあ、これからの受験対策としては、まあ、合わせてするのも一つなんではないでしょうかねというところでしょうね。はい、からあの問いの20番なんかも これも、えーまあ、いわゆる水道法の用水道の,の、ね、定義です、えー。あくまでも、まあ、受水槽、えー、等ね水槽を設けた上で浄水のみからね供給を受けてそしてその、えー、水槽容量が10立方を超えること10立方で単純な数字だけ20じゃない10でした10でしたっていうところね、えー、でしたのでまあそこもやっぱりマンション管理士の問題などをね、えー、やっとけば、まああのー、簡単に 回答はでできたところでしょうかね、はいえー、それから、えーっとそ,うですね、そのほかで言うとやっぱり常識っていうのも大切でその常識っていうのはあくまでも過去もうやった上での常識ということとなりますが、まあ、例えばですね問いの22ですね換気設備です。で換気設備は確か機械換気方式になりますと。 1> 第1種機械換気方式第2種機械換気方式第3種機械換気方式ねそれぞれありましたで覚え方は非常に明瞭で1個だけ覚えるね。第3種はだだだけ排気だけ機械だとなると必然的に第2種が吸気だけ機械で第1種が吸気も排気もね。ところでです。 正解足になってる足の2番ですかね、トイの22番ですが、えー、全熱交換型。全熱交換交換これ第2種だったらおかしいでしょ。第2週は、えー、この吸気の方だけが機械。いや、 うん、この辺でやっぱりね違和感感じてるんで,で他の足もちょっと細かいことを聞いてるもののその辺はやっぱりね感覚としてこれはもう過去問をやってると、まあ、感覚としてね磨かれるところですので、まあ、その辺をやっぱりね落とさなかったかなというところもありました。はいから問いの19番、まあ、これは基礎あるいは建築構造自体の問題なんですが、えー、基礎、えー、これはやっぱり。 いろいろ種類があって、えー、それこそ、まあ、地盤のね、えー、まあ、頑丈さから、それから建物のね、じょ、えー、ま,あまあ、建物の、まあ、重さから。それでやっていくところを、その基礎に関して、違う基礎をつけたら、大変なことになるだろうという感覚ね。まあ、これも過去問やってればない、えー、まあ、これは感じるところだと思いました。はい、正解足になっているとの問いの十九番の。建築の基礎や、それから構造のね、えー、問題でしたが。 やはり基礎に関しては、えー、これ異なるえ、法はね。基本的には使いません。まあ、確かに建築基準法の規定通りということとなりますが、まあ、この辺も常識で答えれたっていうところはありました。はい。 それ、ね、から問いの24番これ防火管理者なんですが、まあ、あのこれ当てはめるとほとんどのマンションはその内部で、ね、やっていきますが、まあ、ごくごくまれ、あ、でもないですよね、えー、いわゆる管理業者から、ね、その防火管理者これをまあ出すこともまあまあありますので、まあ、そこのところからもいや絶対的に外部委託ができないというわけじゃなかろうというのも、ねえー、推測ができて。 それで解けるかなっていう気はしました、まあいずれにせよ問いの17番から24番までで理想は1問も落としてほしくないっていうところでしたね、えー、8問ありますが、まあ、1問2問落とすぐらいにしてほしいところでしょうね。で問いの25番からの長期修繕計画のこのガイドラインね昨年同様3問、えーまあ、出てきたのでおそらく 今後の展開考えててもね、えー、出てくるんだと思います、まあ,あのやっぱり世の中の流れとしてねやはりマンション自体ねやはりきっちりと長期修繕計画を立てていきましょうでおそらく国の方としても、えー、ガイドラインに従ってっていうことをやっぱり進めていこうというふうにしてるので、まあ、管理業者もね、えー、これも従って、まあ、その内容自体をよく分かっておけということなんでしょうかね、えー、まあこれからはまあやっぱりね、えー、対策と。ただ 何回か、えーまああのーまあ、原文であったりねテキストなんかであったりするところを読んでいただいて、えー、どういうことが書いてあるんかなっていうのが捉えていただくと、えー、この辺はね、あのー、回答ができる問題が多いですのでね、まあ、あんまり、えー、ひねったようなものはありませんので、まあ、そこに何が書いてあるかっていうところそれから他の知識も、えー、結構生きてきます。例えばそうですね基本的に、えー、やっぱり、あのー まあ長期終電計画、誰がやるかって管理組合ですけれどもじゃあ基本的に管理組合がやるまあものなのでマンションでいうところのいわゆる共用部分とかねえそういったところが中心でありますが絶対的じゃないですよね。確かこれ標準管理規約の中で占有部分といえども一体管理ができる場合がありました。 専用部分ね、えー、それを戦有部分というのは、まあ、自分の部屋というわけじゃなくて、えーまあ、自分専用のいわゆる設備ですねその設備について共用部分と一体となって。 た、その専有部分については、これはねえー、まあ、一体管理することもこれも,もちろん可能だというところですね。もちろん要件はあります。まあ、そういった標準管理規約などの知識を使ってしまえば、えー、例えば今回の問いの25番などは回答がねできたと思います。専有部分を全て対象としていない。いや、いやいや、あの一体管理する場合は専有部分もこれ組合で管理することになりますので、組合で管理するっていうことは？ えやっぱり長期修繕計画の対象となるだろうなっていうようなね、えー、推測も立ったところではありましたというところですね。はい、でまあ、えー、これも、えー、まあ長期修繕計画も踏まえて、まあ、例年で言うとこの建築設備が合計で1123問出てくるところですね。はい、で今回はまあ内容としてはそれほど難しくはなかったので。 法令が個数の問題も多かったりしたのに比べるとここで今回はね点数をまがっつり稼いでほしいっていうところはありましたねはいでしたはいまあ、その他、えー、まあ、傾向としてちょっとね、えー、まあ,あのえー、と思われたのはそうですねまあ、法令ではありますが、えー、各種法令の中で。 いの44番ですかね、えー、賃貸住宅管理業法これが出ておりました、まあおそらく今年から、えー、賃貸不動産経営管理士が国家資格ということでまあ、あのーまあ、国の方としてもね、えーまあ、他資格の方にも波及させようという狙いと、まあ、マンションにおいても、えー、どうしても、まあ、一室一室を、えーまあ、購入したマンションを貸し出すということになりますのでマンションの管理とともに各部屋の専用部分の管理をまあ 住宅管理業者にね、えー、まあ委託しているっていうケースがやはり多くありますので、まあ、この辺もやっぱり今後の出題としてはやっぱりね、えー、まあ常に出てくるんじゃなかろうかというところを想定してまあ 今年の先ほど終わった試験で十分な手応え感じてる方はいいんですけれどもね、えー、手応えがあ,あるいはまあ手応えは感じてるんだけれども、まあ、来年マンション管理士っていうことを、ねえー、考えてる方なんかはやはり出題傾向とととして抑えてえおいいいいいた方がいいんじゃないかなかうところでした。はいです、ね、はいまあ、ではありますが実務会計それから建築設備の分野について、えー、まあ若干の公表をさせていただきました。はい、えー、ですね。まあ あのやはりこの試験は結果が全てということとなりますけれどもねあの、まあ、若干寒い中ね、えーまあ、一生懸命頭使って、えー、お疲れのところがありましたので、まあ、少しね休む中からでも、まあ、来年に向けて再度、えー、トライされる方は、えー、しっかり これをまあ検討した上でそれから来年マンション管理士などにねステップアップされる方も踏まえてでまあとりあえずは今年の環境しっかり点数取れてるし、えー、そしてとりあえずっていうことはねゆっくり、えー、過ごしていただければというふうには感じております。はいえー、では私の方からの、えー、公表としては以上とさせていただきます。お疲れ様でした